こんにちは、速稼塾の子です。最近プロポーズの言葉って聞かれてますか？もちろん自分がすること、されることはあんまりないと思いますけども、近くの方ですとかね、それからテレビや雑誌を通じて誰かが誰かに対してプロポーズをこういうふうにしたよっていうのをなかなか聞かないと思うんですよね。ところでね、プロポーズの時に、素敵な曲を弾き語りでねお届けする、こんなねドラマみたいなことっていうのは本当に聞かなくなりましたよね。でもね、今でもこういうことってあるんですよ。そしてそれをアドバイスしているのが、私のね今やり取りさせていただいている松潤さんというね6畳のピアニスト6畳のピアノマンっていうんですけども、その方とね今度ライブ対談をすることになったんですよ。どういうふうな形でその弾き語りっていうのをね届けていくのか、そして弾き語りっていうのは誰でもできるのか、この辺をね何点か松潤さんに聞きながら進めていこうと思うんですよね。もちろんすでにご結婚されている方とか恋人のいる方、改めてね気持ちを弾き語りで届けてみるっていうのもなかなかねおつなもんではないかなと思いますし、もしねまだお一人でいらっしゃる方、きっとですねこういうチャンスってこれからあると思うんですよ。どうですかね、弾き語りで気持ちを伝えてみる、なかなかね今の時代に珍しいやり方なんじゃないかなと思うんですよ。ちょっとね、私もかなり興味深いんで今度の対談楽しみにしてます。対談の日程はですね12月13日の14時からズームライブで、させていただこうかと思います。動画のね、概要欄に、スケジュール URL、Zoom の URL つけておきますので、そちらの方からご参加いただければと思います。それではね、松潤さんとの対話どんな展開になるのかね、非常に私も楽しみにしてますけども、よろしくお願いします。それでは松潤さん、一緒に楽しんでいきましょう。いってらっしゃい。